職務中隊、聖夜の奇跡、上級後のフルオート周回に挑戦。敵はボス1体だけなので、ボス用の装備を整えれば万全。なにこれ。さあ、これで攻めあるのみです。怒涛の攻撃ですね。これはひどい。任務完了、大勝利です。10秒でチャレンジ目標コンプ周回がはかどりそうです。